意識は全くないと。完全な、おお、これ本降りだ。やかたです。今日は久々のロングツーリングへ出かけます。目的地は焼津です。ひとまず集合場所へ行ってから、今日は駿河湾フェリー第2回目ですね。駿河湾フェリーに乗ります。雨が来ました。いやー今日は泣くな本当に。雨のカーテンっぽいもんね。なんかでも青空もちらちら見えるからそんなに降れないと思うんだけどな今日は。はい、出港しました。小雨混じりです。早速たこ焼きをいただくことにします。この間の時はたこ丼食べたんだよな。223焼き、富士山焼き、富士山焼き、ポン酢で、はい。富士山焼きです。よいしょ、いただきます。お風、いやー雨雲の中突入しちゃってるな。景色は全くないと。完全な、おお、これ本降りだ。これはやばいぞ。ここまでのカッパの装備は持ってないもんな。いやもう絶望感満載だねこの雨見ると。どうやら雨雲の下を今走ってるようです。すごい土砂降りになってます。こんな感じです。下も濡れてきました。すごいなこれ。中に入っちゃってるよ。おお、すげえ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 。おお、おお、滝になってる。無事雨雲の下を抜けたようです。雨止んできました。青空も少し見えてますけど、映りますかね。あ、陸も見えてきましたね。伊豆半島は全く映んないです。すごい雲の下だったな。とりあえず売店のお姉さんの言うには向こうは降ってないってことでしたんで、このまんま続行できると思いますけども、景色はないですね。富士山本当はこっちに見えるはずなんですけど、まあこういう経験もいいでしょう。よいしょ、ありゃー、こんだけしかいない。この間より少ない。清水でございます。雨は止んでる。とりあえず
雨は止んでるけど、おー、危ない危ない危ない、見とかんぞ見とかんぞ、どっちへ誘導してんだこれは、こっちか、あ、出口こっちね、あの白い車が間違ってんだなこっちへ行っちゃったぞ俺は、あー、なんか微妙にパラパラ来てるね、この雲を越えちゃえばいいと思うんですけどね、ここを右ですね、これでね、三保の松原行くところとあれで分岐になるんで、それを右方向へ、そうそう、このまま振り切れないっていうことでお願いするしかないな、まあここまでの雨なら我慢しましょう、冷房代わりだと思ってこの雨雲だと思うんだけどね、これが動いちゃえば多分上がってくるとは思うんだけど、日本平だ、いちご通りへ行きます、うん、ああ予習しといてよかった、ルート、結構降った感じだね、危なかったかな、またパラパラ来た、うん、大丈夫、多分この辺は特にないですねあ、ここだ、久能山、なんか特別展示やってたんですよね、そう、それにちょっと行きたいなと思ったんだけど、それ4月の話だから、わあ、やべ、降ってきやがった、この畜生、いやー恨めしいですね、畜生、雨が、やばい、ちょっとカメラ外します、 どっかねえかな、雨宿りができるようなとこが、そっから行っちゃおう、よいしょ、充電しないでいこう、いやー、ばらついてるな、でもなんとなく回復基調っていうことでモチベーション上げていきましょう
上げてくれるわけやね、本当に。ここで合流だ。ここを左ですね。さあ、大崩れ海岸です。あ、そうかもしれない。うん、うわ、見たくない。あの、先に駐車場があるんで、そこでちょっとやってみましょう。すごいね、廃道が。ああ、本当だ。すごいね。すごいね、本当すごいね。はい、じゃあ行きまーす。怖い。なんでこんな滑んの？おお、滑る。うん。ああ、なるほど。滑る、ブレーキ踏めない。ねえ、つるんこすごいよ。あー、でも道路乾いてきたね。うわー、なんか怪しい雲があるな。やだな、どこまで行っても悩まされてる。あー、干物屋さんかな。うわあ、かつお節？うわ、ちょっときついな、この匂いは。すごいな。あ、この辺は降ってないね。そんなこと言ってるとまた来たりするからな。油断できねえんだけど。ここ左です。いや、来たよ、雨がやっぱり。もう全く、また来たよ。もうどれが降らしてんか分かるもんね。すごいね、焼津港。でかい。ねえ。
全然規模が違う。これぐらいありそうですね。いやー危ない雲だね。はい、間もなく到着です。まあ昼飯にはちょうどいい時間だったね。ないのかな、オートバイは。バス停だね。あ、あった。そこ駐輪場じゃないかな。あ、これ。それっぽくないですか？うん。うん、あ、すごいね。屋根付きだね。優遇されてる。うん。はい、あれやれ、とりあえず。見える焼津。マジクラベ、中トロ、海鮮丼。うまいわね。さあ、これじゃあ焼いてもらって帰りましょう。